高松琴平電鉄750系、電車765撮影、農学部前駅付近1999年11月美南電気、鉄道も、0百系電車は、美南電気鉄道が1953年の自社線開業に備えて用意し、その後高松琴平電気鉄道へ譲渡された、通勤系電車の位置形式である。1951年日立製作所制を交渉する。 両運転台の制御電動客車で、もは100型も、は101もは103の3両が在籍した。高松琴平電気鉄道へは1965年に、譲渡された。同社では750系750.760770と、形式番号を付与され、2006年9月まで40年以上に、渡って運用された後、全車廃車となった。 車体長15.8メートルの半構成に、扉ロングシート車で、側面の窓配置は D2D8D2D、側窓は二段上昇式、客用扉はドアエンジンを備える自動式の片引き戸である。妻面は、心臓時は貫通路のない非貫通構造の3枚窓丸、妻構成で、窓の上下にはそれぞれウィンドウヘッダ・ウィンドウシルと呼ばれる補強体が露出する構造である。 また、窓柱を長中として雨戸位置を高くした張り上げ、屋根構造を採用しており、設計製作当時、日立製作所が日本各地の地方施設向けに製造した車両に共通する特徴が備わっている。屋上にはガーランド式通風機を設置し、宇野より車端にパンタグラフを一機搭載する。日立オリジナル設計の MMC 多段電動化無軸式自動加速制御器を 搭載する。主電動機は、高低格回転数の日立 HS-267 を、拡大車に2機ずつ、軽音機、吊り掛け式で走化する。この HS-267 は、東京横浜電鉄、目黒蒲田電鉄東京を急行電鉄向けに、納入されたものが大半を占め、地方施設での採用例は他に、 熊本電鉄や黒部鉄道などにわずかに見られるのみという珍しい機種である。補助電源装置には電動発電機を使用。台車は日立製作所系 BD-104 で、これは U 字型の釣り合い針を備える、当時としては一般的なボールドウィン系の高速電車用型個、組み立て式イコライザー台車である。本形式の製作された時期、日立製作所は、 と和田電鉄や伊予鉄道など地方施設向けに同種台車を装着した車両をいくつか供給しているが、この台車は本来営断線形の装着していたもので、同形式が台車交換を実施した際に払い下げを受け、これを狂気用に回収、整備して納品したものであったとされる。旧塗装に戻った765撮影、高松地光駅2005年3月23日、 高松琴平電鉄750系、電車750撮影。河原町駅高松琴平電鉄750系、電車760プラス850系、電車850撮影。河原町駅玉野市での生態保存のため整備された7 6 5撮影。普通生産工場脇の道路から2006年9月18日。元々は未成に終わった蔵王高速電鉄が、 発注した車両の注文流れ品を美南電気鉄道が購入したものであったとされる。当時、ドッジラインの影響で国鉄車両の受注が激減していた日立製作所、笠戸工場は、京王邸と電鉄などの大手施設のみならず、それまで受注実績のなかった地方の中小施設に対しても、精力的なセールス活動を展開し、下津井電鉄も、 区百101区派21やと和田鉄道も、区波2400系2401.2402、区派2400系2401.2402、あるいは高松琴平電気鉄道琴平線一1万、京千1の0 0 2など、各社に対し、国鉄80系電車の流れを組む、車体設計の、当時としては高性能な電車をいくつか納入していた。美南電気鉄道においては、 これらは模波100系101から103と不満されたが、資金難で路線開業が大幅に遅れ、1953年まで宇野駅構内に留置されていた。美南電鉄は開業後も経営難が続き、1956年に路線、施設の一切を玉野市に譲渡した。玉野市でもこの車両を引き続き使用したが、94。 キロワット級の主電動機を4機搭載するという本形式の過剰出力による電力消費量の大きさが問題となった。全線4.7キロメートルに途中駅11駅、信号所1箇所が存在し、駅間距離が最大で700メートルほどに過ぎない、玉野市営線には、もは100の大出力は明らかに不適すぎた。1965年には、経営合理化のため動力を内燃化し、 不要となった、モハ100計算量は、対岸の高松琴平電気鉄道に譲渡された。入線時には、台車の改め機工事以外、特に大きな改造を受けなかった。車番はモハ102モハ103モハ101の順に750.760770となった。日立 MMC 多段式制御と大出力、電動機による性能を活かし、 琴平線にて急行用車両として使用された。1967年にはつまに貫通扉を設置している。しかし、この使用は、日立製のさらに特殊な制御機を搭載していた1万、型などの急行用車群と同様、ラッシュ時に他の形式との並結運転が困難であるなど、運用上様々な形でネックとなった。このため、 高松琴平電気鉄道は柔軟な車両運用を実現すべく機器の使用統一に乗り出した。まず、1974年には制御機を当時の琴平線で標準となっていた HL 単位スイッチ式非自動加速制御機に置き換えた。これにより他社との連結が可能になったが、ノッチ診断操作を手動で随時行わねばならなくなり、 また立工時の内部の地震数が減少したため、加速時の衝動が目立つようになった。この際、出力が過剰だった主電動機も他社と交換している。さらに、電動発電機などの補給を副電圧対応品に交換。翌1975年には、当時河川電圧が直流6 0 0トであった長尾線に転属した。この時期には、 車両数の関係で750系同士で編成を組むことが多かった。その中でも770は予備車扱いであまり使用されなかった。1978年11月3日に現在の学園通り駅付近で発生した踏切でのダンプカーとの衝突事故により770が事故廃車になった。770と連結していた760は 普通生産工場で修理され、その後運用復帰した。残る2両は、長尾線、指導線にて使用されたが、同一形式同士の2両編成から他社との連結運転に変わっていく。そして、主電動機を7 5ット4に交換してからは、860、形成魚車と編成を組むようになる。750は870と、760は860。 と連結することが多かった。1994年の河原町駅、改良工事開始に伴い、長尾線専用となる。その後、冷房車両の600系投入に伴い、1998年7月、860、ガタが廃車になり、再びた形式の電動車との連結運転となる。しかし、翌1九9九年には六百系六百三から六百四 入線に伴い750が廃車となった。残る760は2004年にクリーム色と茶色のコトデン級塗装に塗り替え、主にラッシュ時の増結増便時に使用されていた。だが2006年にコトデン全線における在籍前車両の完全空調設備装備化が決定。技術的、経済的理由から、 空調設備を搭載できない760号は他形式の空調設備整備が完了する同年7月に廃車と決定。5月と8月にさよなら運転が行われ、9月上旬付けで営業運転を終了し廃車となった。スコヤカセンターに保存された760号撮影。2010年10月17日2005年に760号の廃車が決まったことによって、 本形式が高松琴平電気鉄道への上渡前に走っていた玉野市の市民有志がぜひかつて玉野市を走った電車の里帰りを行い市の歴史遺産として残すべきと玉野市電保存会を結成ことでーと交渉の結果書類上の廃車後に譲られる運びとなった2006年9月23日に高松市の仏生産工場より 高松港発着の四国フェリーを経て、四十数年前に渡った瀬戸内海を、再び渡り、玉野市内の総合福祉センターである、健やかセンターグラウンドの所定位置に運ばれ、再び玉野市へ里帰りした。同年10月22日、海によって保存車両としてのお披露目式典が取り行われ、現在は、同地にて生体保存されており、そのための資金の募金を募るため、 やはり当地にて、定期的な公開イベントが行われている。端子電圧 750V 時定格出力 94kW、1000RPM。当初開業の路線延長からすると、これは明らかにオーバースペックであった。その理由として、座王高速電鉄の注文流れであるためとも、将来に予定していた、水島までの路線延長を見越していたためともされる。小林う一郎 蔵王高速電鉄も、破百秘話による、運輸省に提出された、ほぼ同じ内容の春工図などの状況証拠から、そう推定したもので、確証はない。ただし当時の日立は、地方施設の路線条件を勘案することなく、自社開発による、MMC 自動加速式多男性魚機や、強力、高速型モーターを装備した車両を納入し、 結果、日立製電車を導入した地方私鉄では、平凡堅実な在来車と互換性がないことや、高性能を活かせない路線条件などから、かえって扱いにくく、持て余される事態が生じた。低速、短距離路線である美南電鉄線も典型的な不適合導入例と言える。高松琴平電気鉄道750系電車に関するカテゴリー。ありがとうございます。